俺が裁く。はい、個人のおしめ部屋へようこそ。はい、それで昔ちょっとなんとね、昔って言っても同じちょっとありますが、はい、コズのおしみ部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら、バーン、はい、呪術廻戦ディフォルメシールウェアースボリューム1ということでね、ついに出ました。呪術廻戦からもディフォルメシール登場しましたね。それの記念すべき第1弾ということでね、こちらを2ボックス開封していきたいと思います。はい、まずねこちらパッケージはこの2種類ですね。はい、この2種類、レア度、ノーマル、レア、スーパーレア、特急レアっていうのがありますね。やっぱこの作品によってレア度を変えてくるっていうね、レアの名前、はい、ドラゴンボールだとゴッドレアとかねあったけど、こちらは特急レアですね。特急、うん、はい、ということでこちらを早速開封していきたいと思います。開封しやすいようにね、上の方すべてちょん切った状態で開封していきたいと思います。はい、上の方ね、上部すべて切りました。では1枚目、記念すべき1枚目いきます。せーの、1枚目、ヤガ学長ですね。ヤガ正道、これはノーマル、うん、8番だね。はい、ノーマル。では2つ目いきます。せーの、あー、はいはいはい、虎杖ね、これが1番っぽいな。あ、1番ですね。でもレアだね、星2つのレア、01番。はい、虎杖。はい、3枚目いきます。せーの、あー、はいはいはい、東堂青い、あー、ノーマルですね。11番東堂。はい、4枚目いきます。せーの、お、キラってますね、釘先のキラ、これは SR スーパーレア、21番。釘先いいね。このデフォルメしたイラストもなんか良くないですか。すげえいいな、このシール。まあ、毎回ね、このシリーズのイラストってかなり自分は好きなんですけれどもね、うん、やっぱいいね。はい、はい、5枚目いきます。せーの、あー、はいはい、お、これも入ってんだね、吉野純平、ノーマル、17番、吉野純平。はい、6枚目いきます。せーの、おー、はいはいはい、犬巻トゲ、こちらはレアですね、05。はいはい、7枚目いきます。せーの、あ、イジチさんのこのイラストすっごいいいね。ノーマルで09番。はい、では8枚目いきます。せーの、あ、来た、五条先生のスーパーレア来たね、かっけえ。スーパーレア22番、いいね、イラストがいい。
術式順天赤。はい、では9枚目いきます。せーの、おお、パンダ。パンダはノーマルでしょう。あ、レアなんだ。レア06パンダ。では半分いきました。10枚目。せーの、あれ、これも五条先生だ。あ、これは普通のレアかな。あ、ノーマルか。ノーマル07番。もう五条先生ラインナップいいね。では折り返し11枚目いきます。特急レア欲しいな、早くね。早い段階で特急レア欲しい。ではいきます。11枚目。せーの、あー、はいはいはい、全員1枚ね。ノーマル12番。はい、では12枚目。せーの、あー、はいはいはい、マヒト。これはレア18番。マヒト。はい、13枚目。せーの、お、来たね、ミワちゃん。俺の好きなミワちゃん。ミワちゃんの顔がいいね。ノーマル13番。いいね。14枚目いきます。せーの、おお、はいはいはい、伏黒出てなかったね。そういえばかっけえな、このイラスト。はい、レア02。はい、15枚目。せーの、あー、やっぱり来たか。ここでダブリ来たね。やっぱりワンボックスでね、必ずダブリ出るよね、このシリーズね。全員枚持ってます。16枚目いきます。せーの、ここ来た、来たね。両面スクナのスーパーレア、かっけえぜ。スーパーレア24番、両面スクナ。はい、はい、17枚目いきます。せーの、あ、ちょっと何かわからなかったけど、花見か。はい、ノーマル16番、花見。はい、はい、18枚目いきます。せーの、ああ、釘先のこれは普通バージョン、ノーマル、ノーマルっていうかレアか。03番。はい、釘先。19枚目。せーの、お、こう家入さんもラインナップされてんだね。ノーマル10番、家入。はい、ワンボックスラスト1枚。いや、やっぱ特急レア出ないね、ワンボックスではね。いや、この1枚で出るか。せーの、出ましたね。最後の最後で出たね、特急レア。お、特急レアって書いてあるよ。25番、蓄光仕様。ああ、こう光をためてね、暗闇で光る仕様ですね。うわ、豪華だ。金の白牛で蓄光、すげえ豪華仕様。いや、出たね。あれ、ワンボックスで1枚は入ってんのかな。そんなことないよね、今までの経験からして。
や、これは当たりボックスでいいのかな。はい、やった、特急レア。はい、といったね、こんな感じで19種類出ましたね。で、ダブリ1枚と。はい、なかなかいいね、今回は。いつもだったらダブリ 2,3 枚入ってんですけどね、ひどい時は4枚とか入ってますからね。ダブリ1枚だけで19種類出ました。はい、ということで残りは19、残り7種類か。特急レアがもう1枚あるんですよね。はい、その特急レア1枚をぜひとも当てたい。はい、では2ボックス目いきましょう。はい、2ボックス目からはね、上を切るのがめんどくさいんでね、一個一個ハサミでちょん切って開封していきます。まあ視聴者の皆さんはね、まあ大体編集でカットしてるんで見るのに食わないでしょうけれども、はい、私がただめんどくさいだけですね、これはね、作業的に。はい、では2ボックス目の1枚目いきます。せーの、あは、出た、全員前、3枚目やないかい。はい、はい、2枚目いきます。せーの、あー、マヒットもこれは持ってるよね。はい、18番マヒット。はい、はい、3枚目いきます。せーの、あー、ミワちゃんダブりました。はい、4枚目いきます。せーの、あー、伏黒もダブり。はい、5枚目いきます。せーの、あー、よい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 、出たね4枚目だよ、全員前。いや、ここに来てめっちゃダブりまくるね、今のところ全部ダブり。はい、6枚目いきます。せーの、あー、両面スクナーも出たけど持っている。はい、7枚目いきます。せーの、あー、花見持っている。はい、8枚目いきます。せーの、あー、釘先持っている。9枚目いきます。せーの、あー、家入りさんも持っている。はい、10枚目せーのちょっと待って、いや、もう特急レア出ちゃったじゃん、1枚。ちょっと待って、特急レア、これワンボックスに2つは入ってないよな。いや、マジか、特急レアダブっちゃったな。嬉しいんだか嬉しくないんだか、嬉しいんだろう、どうなんだろう。はい、はい、2箱目折り返し地点すべてダブりです。いや、怖いね、やっぱこのね、このシリーズはほんとダブりが怖い。いや、ほんとストレートなんかないもんな。はい、11枚目いきます。せーの、あー、持っている。あ、今回のボックスはダブリが結構多いですね。はい、はい、12枚目。せーの、あ、来た、ここで持ってないの来た、ナナミン来た、スーパーレアのナナミン来たぜ、かっけえナナミン。はい、スーパーレア23番、やっと持ってないの来たぜ。13枚目。せーの、あ、持ってないぞ、ゲート、そういえばゲート持ってない。ノーマル14番、ゲート。はい、14枚目。せーの、あー、犬巻持っている。はい、15枚目。せーの、あー、吉野持っている。はい、16枚目。せーの、あー、結構このボックスダブるね。はい、17枚目。せーの、ワンワン
ちょっと待って、かっけえ。ちょっと五条先生かっこ神々しい。ちょっと待って、来たね、特急レアの五条先生。26番、チークこうしよう。いや嘘、このボックスめっちゃダブりで外れやんと思ったら、大当たりボックスだね。特急2つ入ってて2枚、そんなことあんの。今までなかったけどね、自分が開封した中で最上位レアが2つ入ってるって。うわめっちゃいい、このゴジラ先生めっちゃかっこよくない、イラスト。領域展開無料空襲やってんとこじゃん。やっべえ、いやずっと見ていたいわやったね。いやーよかった。あぶね、ちょっと焦ってたぜよかったはい、ありがとうございます。18枚目、せーの。これまた持ってないの来てくれたね。伏黒のスーパーレア、後半巻き返してきたね。スーパーレア20番。おお、いいねいいね。はい、19枚目いきます。せーの。あ、花見。まあでもダブル率は高いけどね、このボックスね。2ボックス開けて最後の1枚いきます。せーの。ああ、虎杖。はい、ダブルボックスだったけど、ダブリが多いボックスはもしかしたら特急2枚入ってる説ある。ダブリが多いボックス、御社でこう特急2枚入れてくれるみたいなそういうことなのかな、よくわかんないけど。ということでね、2箱開けてちょっと見てみよう。揃ってないのが何かを見てみましょう。はい、一応ね全部、並べてみましたが4枚足りない。はい、今22種類あるんですけれども、ないのがね、まあ、これで見るところの04番、全員巻きが出てないんだよ。全員巻きが出てなくて、あと15番の情報も出てない。でスーパーレアの虎杖と伏黒が出てない。はい、この4枚です。この4枚出ればコンプなんですよ。はい、いやー、ということでドン追加ボックス、はい、ということでね、実は3ボックス買ってました。はい、こういうこともあろうかとね。はい、ということでね、3ボックス目開けちゃいたいと思います。まあ、とりあえず1個ずつ開けてね、コンプした時点で終了ということで、まあ、毎回こう言いながらね、揃わないっていうオチがありますけれどもね。はい、では3ボックス目開けていきたいと思います。はい、では3ボックス目1枚目いきます。せーの。まあ、こっからはね、ちょっとスピードアップしてめくっていきたいと思います。出たぜ。持ってない虎杖スーパーレア、やっと出た。19番。よし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 、全部かぶってるかと思っちゃった。はい、ついに3ボックス目もラスト。
いやー早いね。今んとこほぼダブル、1枚だけしか出てない。やばい。はい、ラスト1枚せめて持ってないの来てくれ。せーの、04番レア、全員マキ。もう出てないの来た最後に。でもちょっと待って、このボックスさ、特急レアが1枚も出てない。ということはだよ、さっきの2ボックス目ってめっちゃミラクルやん。そういうことあるんだ、怖っ。いや今になって怖いねこれ。いやーよかった、持ってない2枚が来た。3枚中の2枚。え、あとなんだっけ、あとジョーゴか。ジョーゴが来ればコンプリート。まあジョーゴは安く買えるでしょう。はい、ということでね、見ていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25と、はい、全26種類のうち25種類ということでね、フルコンプならず。いや惜しい。いやでもね、絶対出にくいこの2つが出てくれただけでね、もう全然もう大満足。はい、あとはジョーゴ1枚なんでね、いや気が楽っすわはい、ということでね、皆さんもね、買われますかね、買われましたでしょうか。いやイラストはね、もうほんと秀逸ですよ、このシリーズは。うん、全シリーズを通してね、このウエハースシールシリーズ。いやドラゴンボールも鬼滅もね、全部集めてますが、うん、どれもやっぱいいね。はい、コレクションには持ってこい。ということでね、今回は、呪術廻戦ディフォルメシールウエハース、こちらをね、開封していきましたが、いや自分としては大満足な結果に終わりました。はい、ぜひね、チャンネル登録していない方はね、ぜひチャンネル登録、あと高評価、いいね、グッドボタンよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。